はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、では続きをやっていきましょう。今回はセリカの方ですね。で、セリカの方は、あ、そっか、パラディンがいたのか。一回村に行って、こっちにもうボーナイトが現れた。村に行って武器を鍛えて、かつ洞窟行きたいと思ったんだけど、来たね。これしかも攻め込まれてるからな。そう、敵からなんだよね。3人か。まあちょっとサクッと行くか。こいつらは一旦下げてから。おお、賢者になれる。これは賢者になろうとかやってるうちにな、また雑魚敵が出てきそうなんだよね。やったぜ、完勝だな。ボーナイトが強いんだけど、敵の一気に詰め寄ってきて、さらに弓で攻撃してくるっていう。アルムがな、ちょいちょい攻め込まれそうだな、ここにいると。ちょっと待ってね、これセリカ左に行くとさ、こいつ来るよね。セリカ軍はね、なんとかなるはず。うおー、やばい、吸収しろ。あぶねえ、マジこれは事故るぞ。もういきなりさ、このさ、魔法部隊に攻めてくるのやめてほしいんだけど。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。これちょっとめんどくさいね。まあ、とりあえず。おお、またここに敵が出てきた。村に行って鍛冶屋に行こう。もうさっさと鍛冶屋に行って。いらっしゃい。錬成でいいのかな。何、暗黒の剣とかってどう。これにしたいな。ん、暗黒の剣を進化させますか。はい、勇者の剣に進化した。やった、勇者の剣が2本になった。勇者の剣1本送り込みたいな。金いくら？聖なる剣とかは、ま、金貨がないもんな。1個しか。手槍とかなんか鍛えたいよね。190円の金貨1か。金貨とかな、すげえ重要そうだからな。あ、弓ね。弓もなんか強くしたいよね。いやー、どれも強くしたいわ、簡単に言うと。これは勇者の剣を進化させますか。勇者の剣からさらに進化できる。金貨1枚使うか。これ多分暗黒の剣だよね。むしろ退化するんじゃん。これちょっと進化させよう。レイピア、なんか弱くなった感があるんだけど。ああ、騎兵とアーマーに特攻、なるほどね。まあ勇者の剣が1本あるから、とりあえず、ありがとうよ。ここはじゃあ出て、ちょ、金を使いすぎたからな。でセーバーはさすがに勇者の剣がいい。で黄金の短剣の代わり、あ、間違えた。どれだ。待って、セーバーを勇者の剣で、黄金の短剣を装備してるこいつだ。こいつにレイピアを装備させよう。よし、これでいいや。でこいつもちょっとサクッと倒しちゃおう。
また来た、ボーナイト。こっち進んで、もうこの雑魚戦が多いな。先にアルム編あと一人だからね、始末しちゃった方がいいかな。ただ金は入ってくね。賢者にできるっていうかな、ちょっと森の祠行きたいんだよな。そうするとまたちょっと時間かかりそうだな。まあ、とりあえずセリカをこっちに行こう。竜の祠、身支度っていうか並び替え10人か。ソニアとかなんとなく入れたい気がするんだよな。アトラスちょっと外すか。ボーイちゃんどうするかな。まあいっか、とりあえずこれでいこう。不思議な雰囲気、正常だけれども、まるで生きとし生ける者たちを拒絶するような。遠くから聞こえてくるのは波の音。子供の頃誰かに聞いたことがあるわ。ソフィアのどこかに死者の国につながる海があるって。敵がいる。なんか割と広そうだな。こっちに。ん？今なんかあったよね、これか。あれ？なんでこれだけ拾うってやんないといけないんだ。これ破壊もね、何気にめんどくさいんだよね。これは？特になんでもない。なんかちっこい船があるけど、お宝とかはなさそうだね。敵がいる。検索か。さて奥へ進んでいきましょう。あれ？何これ？地図、あ、なんだ。地図が続いてないと思ったら。いや、ほんと広いね。敵がいるな。まあ、こういうの破壊してなんかすげえアイテムが出てきたっていうのはないからな。こう草とか全部狩るの超めんどくせえ。金が出てくるからね。ただ、そろそろ金貨が欲しいっていう。ここもまた広いところだな。金、1円だからね。何のやつ。え？
何これ、超強そうなんだけど。マジかよ。え、待って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 、何補足はされてない。先手必勝でいくか。あれそういうことではないの。ドラゴンゾンビか、3体もいるよ、3体も。いやもうダメだ。俺に任せとけ。めちゃくちゃ来るな。ちょっと待って、ちょっと待って。例によって壁を作ろう。調子いいぜ。うちは魔法部隊が多いからな。よく考えたら。準備は万全よ。集中攻撃を食らわない限り。これはイリュージョン唱えよう。ここなら大丈夫でしょう。結構安全だよね。あの幻影兵がわりかし盾になってくれるはず。いつでもどうぞ。あ、しまった、防衛の位置食らうのか。任せてちょうだい。誰にも負けないわ。幻影兵、よしよしよし、とりあえず盾になってくれる。 OK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 。 セイバーだったらなんとかなるはず。こうか。あーでもなんとかなりそうだな。まあ、1でもね。これで幻影兵やられてスッキリするからね。しかもミスったか。多分幻影兵先にやられるよな。あいつなんで動かないんだ。でエンジェルでまず1体倒す。守る強さも必要だわ。でこいつはここからオーラとかだったら倒せるかな。倒せんな、当たればだけど。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。あと1体。いや何気になんとかなるね。これだってセーバーでとりあえず攻撃すれば。このさ、勇者の剣強くねえか。レイプ屋にしたの失敗だったかな。いやマジ強い、この勇者の剣。クリティカル率が高すぎる。いつもこんだけ楽に勝てりゃいいんだがな。奥行こう。まだもうちょっと探索したいけどな。ん？なんか変な。ああまたあれか。この前はな、なんかやたら連打しちゃったからな。高いもここれ。開けていいの？開けよう。金。違った。歯車だ。いらん。歯車より金が欲しいんだ俺は。金が。これは何これ？サンゴの指輪。でこれは復活の泉。今は必要ない。え、これ死んだやつ復活できるの、もしや。そういうこと。セリカ軍は誰もまだ死者出てないからね。アルム軍割りかし死者が出てるからな。さすがに全員は無理でしょう、蘇らせるのは。てかさ、アルム軍でこっち来れるようになるのかな。まあここはこれだけか。あとはちょっと敵に見つからないようにしたいけど。見つかったな。来た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 、待って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 、逃げろ。諦めんのかな。あと行ってないとこ、行ってないとこ、こっちの奥とか。あ、敵がいる、いっぱいいる。これもダメだ、戦おう。で、また壁作戦するか。お、宝箱発見。これは冥府のザクロ。ん？
ボロボロ日記の最後のページには無謀な冒険に出た後悔と母親に対する謝罪の言葉が激しい殴り書きで書かれていたが、文章は途中で途切れてしまっている。息子の日記。あれ、そういえばさ、なんか探してこいみたいなこと言ってた村人いたよね。なんだっけ、それあれか、アルムの方だっけ、なんか忘れちゃったけど。あ、敵がいる、ちょっと待って。だとこっちに行けるんだよね。あ、ここはミラのところか。ミラでちょっとクラッシュにしよう。カムイ剣士、よしよしよし。よくわからねえけど、まあいっか。移動力上がったのはでかいな。あと誰かいるっけ。え、もしかこれさ、連れてきたやつじゃないとダメなの。めんどくせえ。奥はないね。じゃあの村人マジで連れてきたいんだけど。ここはでも入り口から近かったよね。村人くんをクラスチェンジさせたいけど、こっちもなんか道がある。ないないない、怖い怖い怖い。ここはなんか残骸があるのかな。なんもないね。ちょっと一回外に出るか。で、村人くんを連れて、クラスチェンジをしましょうと。あと、そうか、こっちの村か、ここも行きたいんだよね。なんか行った気がするんだけどな。よし。何にもいない。無限脇ではないか。おじさん男性、どこだっけ、広場だっけ。あ、旅の商人がいる。この村か、死んだ人。あ、なるほどなるほど、それ言ってたの、それのことか。ここからミラの子、しかしリマーよ。あ、あいつだ。アトラスだ。息子は見つかりましたでしょ。あ、これか。あの子の日記です。なんてこと。くたびれた夫人は去っていった。え、マジか。あれ、なんか斧あったよね。なんだっけ、デビラックスとかじゃなかったっけ。あれ、それ向こうだっけ。もうどっちで手に入れたんだかわからんわ。デビルワックスとか。でもな、アルムの方はどこにいたっけ、村にいたんだっけ。いや、ちょっとアルムを一回動かそう。で、敵は出てこないねと思ったら出てきたわ。もうやることが多くてよくわかんないんだよね。あ、いた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 、こいつだ。なんかあんたの、あんたの、あれ、どっかデビルアクスとかなかったっけ。ない。まあ、とりあえず
鍛冶屋に行こう。で、話す。いらっしゃい。錆びた剣だな、とりあえず。鋼の剣か。錆びた盾。鋼の盾。雷の剣とか。え、もういきなり金貨が必要なのか。それはやだな。王家の剣とか。え、鍛えられるんだけど。王家の剣とどうやって鍛えるんだよ。一発の。ナイトキラーね。あれ、なんかわりかしみんな高えな。これは威力がめちゃ高くなるな。命中も5上がるしね。金が300円あれば。いやでも威力7は強いぞマジで。金が一気になくなるけど。雷の剣は金貨はね無理だからね、正直言って。これをちょっと鍛えるか。名を刻印しますか。別にいいよ。逆に分かんなくなるからな。あれ進化できる、マジで。進化先とか分かんねえかな。ちょっとありがとうよ。セーブしてから確かめよっか。いらっしゃい。いらっしゃい。よし、これは銀の弓でいきましょう。さっきね、なんか蝶弓みたいなのも作れたけれども、なんか銀の弓の方が使い勝手が良さそうなんで。重さが重いのか、ただ。なるほどね。ここまで来れば重さが軽くなるか。ありがとうよ。で、デビラックスって持ってたの？アルムじゃなかったっけ？どっちがどっちだか分かんなくなったな。こっちもう一回入ろう。斧はね、別になんか装備できる人はいないみたいなんで、デビラックスもあげちゃっていいですね。ああ、なんだ。あ、金手に入れた。やった。間違えて話したら金を手に入れた。え、あいつ一人で旅に出んの。ああ、あんじゃん。あ、しかもなんか巻き割り斧もあるじゃん。戦いには向かない。これにしよう。友情の印にこれを受け取ってくれ。友達だってさ。え、木彫りの熊って何。これはメニューから身支度じゃなくてダメなのか。道具袋、木彫りの熊。え、何が買うのこれ。え、よくわかんない。よくわかんないけど聖なる剣にしとこう。うわ、湧いて、本当に湧いて出るな。じゃあとりあえず次はアルムの方でこいつをぶっ倒してたたらで、その前に、まあ、森の祠で賢者にしたり村人を、ランクアップさせたりして、次をやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。